はい、麻酔入りますからね。はい。産婦人科医は下心があると思われて不快だと大学時代の友人が言っていた。彼は無事に産婦人科医になり、父親のレディースクリニックを継いだ。そして彼は毎日見ているから何を見ても何も感じないと言っていた。だって仕事だから。歯科医である俺もそう思う。毎日どんな状態の歯を見ても何とも思わない。虫歯だらけの歯であってもこれを治そうとしか思わない。毎日毎日患者に合った治療をする。それが俺たち医者の仕事だ。しかしそんな俺にも大事な趣味がある。それはスパイクブラザーズだ。俺はこのスパブラによって面白いアイディアを思いつくんだ。 ヒロヒロ探偵団。先生、またスパブラやってたんですか？すっかりハマっちゃってさ。さっきクロエ・アダムズさんのブリッジが届いたので、診察前に確認お願いします。はいはい。俺はヒロシ、アメリカ人だ。ヒロシはニックネームで、本当の名前は、まあそれはどうでもいいか。俺が働いているのはここアメリカのデンタルクリニックだ。もともとゲームが好きな俺だが、最近はスパブラにハマりにハマっている。ヒロヒロ堂64で初めてスパブラがリリースされた時から、俺は友達の間で強いと評判だった。新しいヒロヒロ堂スイッチでもスパブラのソフトがリリースされ、俺は仕事以外はほとんどスパブラに明け暮れている。歯科衛生士や歯科助手たちからはすっかり呆れられているが、そんなのはどうでもいい。日常に刺激がないと治療もただの作業になってしまうからね。午後の予約は3件ですね。少ないね。とはいえ仕事はそんなに多くない。日本のように歯医者に通っているアメリカ人はかなり少ないだろうね。その理由は国民皆保険じゃないからさ。程度にもよるけれど1回1万円以上はかかるから簡単に行ける場所じゃないんだよ。だからアメリカ人は虫歯にならないように気をつけなければならない。でも熱心な歯磨きだけでは完全に虫歯や歯周病は予防できない。定期的なクリーニングが高額治療を避けるために必要なのだ。でもそのクリーニングも決して安いものじゃないんだけどね。よーし、いいぞいいぞ、あっしゃー。そして今日の俺はスパブラも仕事も絶好調。でも最近うすうす自分は歯医者として必要な仕事をしていないんじゃないかと思うようになった。俺、虫歯になる人を減らしたいと思って歯医者になったんだよな。どうしたら若い人がクリーニングに来てくれるんだろう。ゲームをしながら休憩時間に考える。そして思いついたのだ。目の前にはヒロヒロ堂スイッチ、そしてスパブラ。ここは俺の経営するデンタルクリニック。そこから導き出される答えは、そうだ、患者さんとスパブラで対戦して勝ったらクリーニング代を無料にすればいいんだ。そうすればデンタルクリニックの宣伝にもなるし、患者さんも増える。さらには虫歯になる人を減らすきっかけが作れる。いいことだらけじゃないか。僕とスパブラでバトルをして、もし勝ったら歯のクリーニング代を無料にします。もし負けたら負けましたと告白する動画を撮影させてもらって YouTube にアップさせてもらうよ。君たちの挑戦待っているよ。そして俺は YouTube に挑戦者求むという内容の動画を投稿。その投稿はたちまちアメリカ全土で話題になり、スパブラ対決しに来ました。よーし、じゃあまずはこちらに座ってもらおう。得意なキャラクターはヒロト&ヒロスですね。いいね。僕はキャプテンヒロコンが好きだよ。64の時からずっと使っていてね。そして今まで静かな空間だったデンタルクリニックはゲーム音と白熱する声で騒がしくなった。あー、くそー、負けた。司会だからって舐めてた。磨くのは歯だけだと思ったか。スパブラの腕も日々磨いているものでね。さあ動画撮影の時間だよ。嘘だろ。まあ無料にはできないが割引くらいはしてあげるよ。患者さんとこんなに親密な会話をしたのは初めてだった。そして俺の試みはあっという間に評判になり、先生、受付のスタッフ増やしてください。先生と対戦したいって人が毎日たくさんで。そうだな。じゃあ今日は僕も手伝おう。求人も出しておくよ。こうして俺はマサチューセッツ州で最も有名なデンタルクリニックのオーナーになった。相変わらず YouTube での動画も評判だよ。ああ、今日はちょっと調子が悪かったんだ。いつもと違う環境だったからね。まあ何が言いたいかっていうと、
先生に負けたってこと。次は勝つよ、必ずね。先生に勝った俺がどうして動画に出てるのかって？それは俺が撮ってくれって頼んだからさ。バトルがあまりにも楽しくてさ、勝ったけどクリーニング代は全額出したよ。こんなに楽しい先生のいるデンタルクリニックなら毎週でも通いたいくらいさ。また来るよ。クリーニングはそんなにお金にはならない。だけど患者も増えて仕事も順調、利益も今までよりはるかに多いし、このアイディアはいいことだらけだったよ。スパブラをきっかけに来てくれた患者さんとは治療の前後にゲームの話もできるし楽しいね。まあ忙しくなったせいでスパブラをやる時間は少し減ったけど、今の時代きっとアイディアが大きな利益を生むんだろうね。それを身をもって知ったよ。医療はどんどん進化していくけれど、患者から見た病院は目に見えて大きく変わらない。だからこそ時代に合った変化が必要なんだろうね。君もアメリカのマサチューセッツ州に住むことになったら、ぜひうちのデンタルクリニックを利用してくれよ。日本と違って高額になるかもしれないけどね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。はっはっは。